チャーリー・ヤンは台湾に来た市出身の香港女優、歌手。父は上海人、母は台湾人。TVB アーティスト所属。1992年に宝飾店の CM で注目され、翌年に歌手デビュー。同時に果たした映画デビューは、公開ではバリー・ウォン監督のフューチャー・コップスが先になったが、クランクインはウォン・カー・ウアイ監督の 楽園の傷が先だった。ツイハーク監督のバタフライラバーズ、トワイライトランデブー、ウォンカー・ウアイ監督の天使の涙など、女優として順調にキャリアを積んでいたが、人気絶頂だった1997年に、マレーシア家境で弁護士の恋人、九章里氏とデザイン会社を立ち上げるため芸能界を電撃引退した。その後、倒産した額の負債を抱え、 2003年に同志との破局を発表。2004年にジャッキー・チェンの香港国際警察ニューポリスストーリーで女優復帰した。2010年の生誕媒会では監督デビューもしている。しかし同年頃から九章里氏との復縁が報じられ、2013年10月29日結婚を発表した。 1993年、1994年、1995年、1997年、2004年、2005年、2006年、2008年、2011年、2012年、2015年、2016年。ありがとうございます。